ようございます、リミです。今日は撮影なので私のモーニングルーティーンを紹介します。おばあちゃんから誕生日プレゼントでこのパジャマをもらいました。まずはヘアバンドとゴムで髪を結んでから、このアクネスで顔を洗ってます。朝は結構バタバタしちゃうので泡タイプで出てくるのがおすすめです。じゃあ顔を洗ってきます。で次は歯磨きをする前にいつもマウスウォッシュをしています。そしたら次に歯を磨きたいと思います。磨き終わったので次はスキンケアを紹介したいと思います。スキンケアなんですけど、最初にこのハトムギ化粧水を使ってます。こんくらい手に取ったら、なじませるようにします。で、化粧水が終わったらこのクリームを塗ってます。今までは乳液塗ったりとかしてたんですけど、最近は乾燥するので皮膚科の先生に出してもらった薬クリームを塗ってます。撮影の前日とかは特にパッサとかマッサージとか指でマッサージしたりとかしてます。ニコラ TV とかも見てみよりちゃんとか参考にしてます。髪の毛やります。結構ヘアバンドで顔洗うとき上げちゃったりすると前髪とか癖がついちゃうんですけど、ルシードエルのヘアオイル、オイルトリートメント、ヘアオイルを使って目癖直し代わりもしてます。前髪はちょっとだけつけて、あとは何だろう、毛先に向かって毛先を中心につけてます。学校行くときは肩についたら結ばなきゃなのでポニーテールをしていくんですけど、撮影の時は下ろしてます。私はいつも結構一番低い温度でやったりしてます。まず前髪をやります。前髪は結構適当にっていうか自然な感じでまっすぐにしてます。外側から癖をつけずにくるんって巻くよりはストレートにしてます。結構私はこのここら辺内側に癖がついちゃうので気をつけてアイロンしてます。左と右で結構違うんですよね。なんか癖とかも。こんな感じで。次に
メイクを紹介します。メイクポーチです。なんか友達にこれも誕生日プレゼントでもらいました。この月アクアの日焼け止めを下地の前に塗ってます。晴れてる日はやっぱり多めに塗ったりとか、なんか重ね塗りとかもしてます。あの猫目になる前からも結構気をつけてました。首とかにも塗ります。結構首の後ろってあんまり気にしてなくなっちゃうことが多くて、なんか一番黒くなりやすい部分だと思うので、結構多めに首の後ろは塗ったりしてます。次にこの素顔の CC クリームを化粧下地を塗っていきます。手に取ったら日焼け止めとかと一緒で同じところにつけていきます。下地に入ってる UV カットとかもちょっと気にしたりしてます。首にもなんか影がついちゃったりとかして、なんか顔と首が色が全然違っちゃったりするので、首にもちょっとだけ塗ってます。次はコンシーラー、キャンメイクのコンシーラー使ってます。なんかこれはこの色を混ぜて自分の色が作れるらしいので使ってます。私は これとこれ真ん中とこっちを混ぜて使ってます。クマとか気になるところ、肌荒れしちゃってるところとかに塗ります。結構あのいっぱい寝てもやっぱりクマはできちゃいますね。なんかやっぱり忙しい、学校帰りとか遅くなっちゃうこともあるので、早く寝るように気をつけてるんですけど、寝不足が続いちゃったりするとクマがひどくなっちゃったりとかしてます。コンシーラーで付録使ったりもしてます。私はこっち明るい方の色かなを使ってます。チーク、これも下地と一緒で素顔です。チークはガーリーな服の時はピンクのチークを使ったりもするんですけど、基本的にはなんかオレンジのチークの方が顔色がよく見えるって聞いたので使ってます。結構血色が悪かったりとかするので、オレンジチークはおすすめです。変わってるかな、鏡で見ると結構変わってるけど。最後なんですけどリップで、これは多分キャンメイクのリップなんですけど、この塗装なんか柄が剥がれちゃったので自分でマスキングテープを貼ってます勝手になんかポン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 って1回2回とか重ね塗りして使ってます。完成です。メイクとスキンケアと髪の毛が終わったので着替えてきます。ゴー。はい、着替えてきました。今日のコーデのポイントを説明します。グリーンのエピピのトップスを合わせてワンポイントがポイントになってます。で、中にレース付きのトップスを合わせることでガーリーっぽく女の子らしさを出してみました。で、下はチェックのスカート、靴は多分ブーツを合わせるかな。で、パールのカチューシャをつけました。はい、今日のコーデはこんな感じです。以上、私のモーニングルーティンでした。では、撮影に行ってきます。バイバーイ。